まずは折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて下の紙を上に向けてだいたい1.5センチ幅で折ります 次に、この部分をめくりながら、この線を、この線と合わせる位置で、このまっすぐになる位置で折ります。反対側も、同じように、このように折ります。次に下側を、 上に向けて半分に折ります横にしてこの角も内側に折ります反対側の角も同じぐらいの位置で折ります上の角も下に向けて折ります そしてこの尖った先を小さく下に折ります裏返してこれで折り紙の部分は完成ですこれに顔を描いていきます 真ん中の筋の少し下に小さく鼻を描いて、鼻を基準に口を描きます。両側の目は大きくなりすぎないように注意しながら、バランスに気をつけて描きます。 目の中の光をかいて頭の上の線を引きますほっぺたの 線を両側に引いて中に四本斜め線を引きます小さく眉毛を描きますこれに色を塗っていきますピンクのマーカーでほっぺたを塗ります 青いマーカーで頭の部分を塗ります。黒いペンで目をなぞります。光の部分を残して。 中を塗りつぶします眉毛をなぞって鼻と口もなぞりますほっぺの線をなぞって これで8割の完成です。